はい、おはようございます。仕事をする前に車でもお供え物を捧げてお祈りして、途中で問題がないようにお祈りしていました。はい、南国バリの神々島から、おはよう、こんにちは、こんばんは。ロイバリーカーチャーターの担当ガイドのカルちゃんでございます。よろしくお願いいたします。今回ですね、カルちゃんの仕事は、クーター地区にあるアリアグッターホテルに泊まっているお客さんを迎えに行きます。今の行く場所はまだわからないですので、後でお客さんを当てから聞いて、もういろいろ動画を見せてあげたいですので、最後までこの動画を見てください。忘れないようにドイバリー YouTube を登録してください。今日天気が一番良かったですよ。この時間車とバイクが多いですよ、仕事の出発時間。うちの会社からクタ地区まで車でだいたい20分ぐらいかかります。はい、そろそろクタ地区に参ります。今のお客さんホテルはクタ地区にあって、空港の近いです。このエリアはカルティカプラザストリートです。今のお客さんのホテルの名前はアリアドゥタホテルです。今のお客さんの出発時間は9時なんですので、今まだまだ8時半で、今のお客さんが会いましたので、今のお客さんの行きたいところもよくわかりました。今お寺に回りたい。しかしお寺に行く前にちょっとだけ買い物したい。助かるちゃん、明日はカゴバッグの店にそろそろ着きます。はい、助かるちゃん。もう明日はですよ、工場みたい。そう、確かに工場感。そう、はい、どうぞゆっくり見てくださいね。どうですか？ちょっとクオリティが違うよね。全然違う。これやっぱ違いますわ。あ、めっちゃ可愛いですよ。はい、どうぞ。楽しかったですか？めっちゃ楽しかった。はい、どうぞ、車に乗ってください。はい。はい、今からアクセサリーの村に行きます。はい、アクセサリーの村に着きました。この店の名前はヤンヤンシルパーの店です。地元の家の中にあります。ディスコントお願いいたします。Thank you. Thank you. ごゆっくり。細かいものだからゆっくり見てくださいね。
はい、よかったね、買い物もできた。地元の入り口の割れ物ですね。はい。買い物もできた、よかったね。できた。はい。もう安くできましたね。はい、車の方に行きましょう。次はグアガジャ付近に行きますね。はい、グアガジャお寺に着きました。今お寺の中に入ります。お寺に入る前にあちらの方にどうぞチケットを買ってください。一人様5万ルピアです。はい、 OK ですか。はい、行きます。お寺は聖なる場所ですので、寺に入るときにバリの民族を巻きなければなりませんの で、 しかしお客さんはもうサロンだけどうぞ。はい、サロンだけいいです。そうね、階段を下ります。はい、今洞窟の中に入ってみます。すごい。昔ですね、ちっちゃいの穴で瞑想している場所ですよ。ここですね、そう、瞑想している場所。日本で三位一体ですね。ブラッマの神様、色は赤、火の神様の表し、シーバーの神様は風の神様の表し、色は白、ウィシュヌの神様は水の神様の表し、色は黒。はい、どうぞ、自分でお祈りしても大丈夫です。どうぞ。そうです。反対側、ガネサの神様の働きがあります。知恵の神様の表しています。それです。知恵の神様の表しています。チュース。はい、今のお客さんはバリのお寺が好きですので、さっきグアガジャ神が終わってからもう一つのお寺に見たいで、バトワンという村の中にあるお寺に行ってみます。はい、どうぞ渡ってください。このお寺はバトワンというお寺、村のお寺です。はい、中に入りますよ。
めっちゃ綺麗ですね。はい、今のお客さんはお寺に終わってからウルアト寺に行く前に途中でいるご飯を食べたいです。スペアリブ、スペアリブ大きい、すごいね。はい、お疲れ様でした。どうぞお食べください。はい、ケチャクダンス劇場に行く前に、残り時間がまだありますので、今のお客さんはちょっとだけ海みたいですので、パダンパダンビーチは人気ですよ。パダンパダンビーチの雰囲気はどんな感じ？はい、今行きましょう。パダンパダンビーチです。はい、今のお客さんは、ケチャクダンスを見たいです。ウルワト寺にあるケチャクダンス劇場に着きます。ケチャクダンス劇場は雰囲気はこんな感じです。いっぱいですよ。ケチャクダンス見ながら雲がなかったらあちらの方に夕日が見えますので、だから遺跡は一番上の方に
座ってください。ケチャクダンスが終わってからそのまま階段降りて、はい、どうぞ。南国バリの神々島からホワイオこんにちはこんばんは、ロイバリカッチャタの担当ガイドのカルちゃんでございます。今カルちゃんはウルワトゥ寺に着きました。今のお客さんはウルワトゥ寺にあるケチャクダンス劇場で、あ、見たいでしょ。バリ了解をしたい方はどうぞロイバリカッチャタをご利用してください。ご連絡先はこの下に概要欄にチェックしてください。僕たちはバリ島で一番人気ナンバーワン観光のガイドで、バリ旅行したい方がどうぞロイバリチャンネルをご覧してください。ご連絡もお待ちしております。お願いいたします。ケチャクダンスの劇場の雰囲気はこんな感じです。I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. 一日観光が終わりましたので、今ホテルに無事に着きました。最後まで見てくれましたので本当にありがとうございました。忘れないようにドイバリチャンネルを登録してください。バリ旅行をしたい方はドイバリあの車チャーターをご利用してください。ご連絡先は、この下で概要欄をチェックしてください。ご連絡をお待ちしております。バイバイ。どうですか、楽しかったですか？楽しかったです。はい、次の動画お楽しみね。またね。はい。